今のユニレコ山口でこの度始めさせてもらったんですけど、ユニレコ2月からかな、1月の21位から、山口県のペニースを、デュアアーティストが、今回ユニレコから初めて、ね、出したんですけど、はい、結構山口県内では、ね、反響が良くて、はい、ね、お客さんパンパン入っていい感じ、ね、YouTube 載っけてるんで皆さん見てもらえば分かると思うんですけど、そうですね、ね、でももっともっとね波紋を広げてポジティブな感じでもっと伝わればなと思ってるんで、はい、いろいろ考えたんやけども、はい、まあ、YouTube がとりあえずはやらないよりはいいかなと思ったのも、はい、結構俺 YouTube 好きで、はい、でも子供も結構見ててね YouTube を見ますね、はい、うん、でそれでその流れで見るんやけど、俺格闘家の朝倉未来選手わかる？わかります。めっちゃ好きで俺喧嘩自慢をしてみたとかさ、俺喧嘩とかせんけど、結構ラバダブとかね、レゲエスタイルラバダブやるんやけど、はい、マイクリレーとかするんやけどね、それ見ててめっちゃいいなと思って、まあ俺はまあそういうことをするかしないかとかじゃなくて、でいろいろずっと見てて、ずっとファンやったよね彼の動画のファンで。言ってたのが、まあ自分でねこうやってやるっていうことがやっぱいいんじゃないか、人にやらすやつとかいるよねみたいな話してて、間違いないなこの人と思って、で試合も全部見てるしいいなと思って、でまあ俺も全然彼みたいに知名度はないけど、そうじゃなくてやらないよりは全然やった方がいいじゃん、そうですね、うん、ってことで、はい、レゲエのね良さと山口の良さをこれからこのユニレコ TV で伝えていこうかなと思っております。ポー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 、山口でポウはもうめちゃめちゃ流行ってますから。すごく田舎でここは何もないんですけどね。とりあえず何もない分みんな結構ね、アクションしてる人多くて、アーティスト、ダンサーもいっぱいいるし、いろいろやってるんやけど、結局なんかみんなね、すげえ自分らの中で楽しんでガーッとやって、俺すげえかっこいいなと思うよね。それどんどんさ、俺たちがこう宣伝していきたいなと思ってるんですよ。っていう番組にしたいと思っております。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ユニレコのね、ユニティレコーズ、僕らずっと5、6年ぐらい、今年で6年目かな、8月で、ユニティヤードっていうレゲエバーをね、はい、山口県宇部市のストリートでやらせてもらってるんですけど、なんせここがね、シャッター街で、猫も歩かない、むしろもう猫歩かないでも何もないからね、シャッター街になっても20年ぐらい経つんじゃねえかっていうそれはそれで僕ら好きなんやけどね、そのシャッターな感じ好きで、ずっとね、爆音出しても何も言われんし、で夜中朝まで遊んでも何も誰も言わないじゃん、むしろおばちゃんも踊ってるみたいな、そんな街やけ、結構まあ多分都会の人とか考えるとあんまりね、想像つかないかなっていうような感じの、まあ言い方悪いけど、まあど田舎な、さびれた感じ、ね、いい感じで言えば、やりたい放題、ね、そのうちの、山口県のスタイルをね、どんどん発信するユニレコなんですけど、はい、ユニティレコーズ、ユニクロじゃないですよ、柳井正さんじゃなくてやばいわで、山口県内で夢を追えればと追うことができれば、どんどんこう県外に行かなくて済むんじゃないかと、うん、東京にももちろんいいとこあるし、ね、他の地方でいいとこあるんですけど、山口は山口でいいし、俺愛してるしラブがあるんで、山口県で夢をつかめるっていうことをみんなで応援することによって簡単に実現するんじゃないかっていう、俺の単なる、思いつきで今回、YouTube を始めます。ユニレコも始めました。まあ始まってまだ2ヶ月ぐらいなんですけどね、はい、3ヶ月かな、ユニレコは。そうっすね、3ヶ月、ね、俺たちがいいぞじゃなくて俺たちもいいぞっていう精神ね、これも、聞いてみてよ、いいと思ったら広めてよって感じで、どんどん発信してるんで、よかったらユニレコドットサイトも皆さんお願いします。それを有名にね、みんなで応援していこうと、山口県のアーティスト、山口県のみんなが応援する、それを、他の地方の人たちもね、面白がって応援してくれれば、こ
当に助かります、ね、みんなで共存していこうではありませんが、あるものから始めてって、はい、まあ、どんどんグレードアップしていこうかなと、まあ、もちろんチャンネル登録者数は、まあ、ゼロだよね、今から始まるから、はい、だから、ゼロからどこまでできるかっていうのも結構おもろいんじゃないかみたいな、だってマイナス1とかないでしょ、そうですね、ないよね、ないね、マイナスはないからプラスしかないけど、はい、うん、まあ俺がね、こんなやつやからイメージがマイナスになるかもしれないけどまあ大体ストリートはね、こんなね、こんな感じなんで、いろいろやりたいこともあるし、そのためには、いろんな、機材がいるんかなみたいな、そうっすね、なんかな、まだ未開ですね、うん、何がいるか、まあ、欲しいものはいっぱいあるけど、確かに、うん、それをまあ手に入れていくっていうストーリーも面白いかなみたいな、ね、あの視聴者の皆さんで、くれるっていう人がいればユニレコードットサイトにメールください、パンパンパン、全然もらいますお願いします、使わせてもらいます、いっぱい来た場合はね、使えないのも出てくるけど、それは転売して YouTuber 俺とは無縁と思ってたけど、本当にみんなのところに行くには本当ちょうどいいかなみたいな、ね、分かってもらえるにはいいかなみたいな、ペニースーが1月21日に出したかな、で、ディグディライフは、4月の、26日から、配信スタート、はい、なんだっけ、ザライブ、ザライブヤーマン、うん、やばい、めっちゃいい感じなんで、ディグディライフね、ディグディライフ、ディグディライフ、はい、1曲255円、高いんですけど、ヤガモンにしたらね。まあなんか、そうやな。まず何か一発目やし、今日が。何かしたいよね。何かしようかなと思っちゃうんやけど。何から始めるんですか？そこなんですよ。とりあえず YouTube って言ったら、オープニングがあるじゃん。あ、はい。オープニングがあって、やっぱ曲でしょ。やっぱチューン、オープニングチューンを今から撮ります、いいよね、はい、オープニングチューン今から俺が撮るから、はい、うん、っていう、だけどもうほんとゼロからだけど、今日はとにかく作ろう、はい、オープニングチューンを作って今からレックします、おっす、そういうことで、皆さん、ユニレコ TV よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、ユニレコスタイル、リアルボイできるのが恋のリバイ、リリムに乗り込みラバダブスタイル、リルボイ君の耳に届ける愛、もうたったのセンターすぐアクション、アンチューママチジュ俺の噂、裏で口ばっか達者のフェイクで無視してちゃっちゃと広げるファン、日本だと本州さえなった名もないゲットインのダウンタウン、ガキの頃から変わらなかった、タッチと今だにここでグロー、Keep on shine 貧しいライフから眩しいハイマイク一本に入れしめユニレコスタイル